羽生結弦、国別対抗戦に持ち前の集中力で臨む、誰かの光になれるように。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。4月15日に開幕する2020対21シーズン最終戦となる世界フィギュアスケート国別対抗戦。この大会への思いを、誰かの光になれるようにという言葉にした羽生結弦。大会前にはこうコメントした。3月の世界選手権は良い演技だったとは言えませんが、それでも声をかけてくれる人たちは勇気をもらえましたとか、希望の光でしたなどと言ってくれました。そういう言葉をいただいた時に、僕はたとえ結果が良くなかったとしても、納得できるものでなかったとしても、誰かのために慣れているな、という感じがして、それを常に心の中に持ちながら演技をしたいと思いました。公式練習が行われた14日、会場となる大阪は、新型コロナウイルスの新規感染者が過去最多を更新した。そうした中、羽生は決意をこう述べている。今、大阪が大変なのは重々わかっていますし、世界も日本も、また、僕の地元である宮城県や仙台市も大変なのはわかっています。今季は辞退した試合もあれば、決断して出場した大会もあった。その経験を踏まえた上で、今、僕ができるのは、ここに立って、ここに演技を残して、誰かの何らかの希望だったり、心が動く時間だったり、本当に一秒でもいいから、誰かの中に残る演技をすべきだと思って、ここに来ています。羽生自身、世界選手権が開催された、スウェーデン・ストックホルムから、帰国後の隔離期間が終了したばかりで、大阪入りしたのもこの日だった。同日午後の公式練習でリンクに上がったが、着いたばかりで若干足がふわふわしたところもありましたが、それも含めていい調整はできたと話す。隔離期間中はずっとホテル住まいで、外出は練習を行うリンクだけという生活。練習できる措置を取ってもらえたことは本当に感謝していると話すが、十分な練習ができたかと言われれば、そうではないというのが本音とも明かした。そうした状態もあってか、一本一本のジャンプにじっくりと時間をかけ、氷の状態を確かめるように飛んでいた。それでも、フリーの、天と地との曲かけ練習では、曲が始まるとともに動きは一変し、気持ちが入ってきたように見え、冒頭の4回転ループをきれいに決めた。だが、曲かけの前には2本をきれいに決めていた4回転サルコウでパンク。次のトリプルアクセルプラス2回転トーループはしっかり決めるも、その後の3回転ループは転倒と珍しい姿を見せた。気持ちを落ち着かせるように時間を取った後、4回転ループからの連続ジャンプ2本はきちんと降りた。最後のトリプルアクセルは重心が下がる着氷になって乱れ、残りは滑ることをやめ、ジャンプのイメージの確認に没頭していた。羽生は、得意とするトリプルアクセルを世界選手権のフリーでは2本とも失敗していた。エキシビションでは綺麗に決めたが、帰国後の練習量が十分でなかった影響により、わずかなずれをまだ解消しきれていない状態に見える。曲かけ後にはショートプログラム、SP のジャンプを通しで練習。最初の4回転サルコウと、4回転トーループプラス3回転トーループはしっかり降りたが、最後のトリプルアクセルはパンクしてシングルになった。綺麗に決まったジャンプがあった一方で、前に大きくつんのめって手をつく着氷になるシーンもあるなど、ちぐはぐ感も残った。珍しくトリプルアクセルに何度も挑戦する姿は、羽生自身も違和感を感じていることを伺わせた。しかしながら、羽生は大会本番へ向けて、最大限チームに貢献するためにも、しっかりと演技に集中したい。普段の試合以上に自分を律し、普段の試合以上にいい演技をしなければいけないという意気込みを強く持っていますと言い切った。万全ではないコンディションで臨む今大会。そこで羽生に期待されるのは彼の持ち味でもある本番の集中力の高さだろう。公式練習後のリモート取材で羽生の落ち着いた表情を見てふと思い出したのは冷静に全てをコントロールし、自分のジャンプを信じて素晴らしい演技をした2018年平マサゴリン SP の演技だった。唖然とするしかなかった完璧な演技。状況は違うが、そんな羽生結弦の凄さがまた見られるのではないか、という期待感が心の中で密かに膨らんできた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。